いやー、またおもろい話してるな。どうしたこの野郎。いやー、兄ちゃんのさ、例の空手の方はやるだけ無駄っていうスレなんだけどさ、またなんか面白いこと話してるんで、ちょっと紹介してみようかなと思ってね。例の、お前が兄ちゃんで唯一見ているスレのことだよな。そうだね。基本的に兄ちゃんの他のスレは嘘と妄想しか書かれてないんだけど、唯一このスレだけはきちんと論理思考のできる住人が多い。だから私も参考になるから見させてもらっているわけだよ。ほうほう。で、今回はどういう話なんだ？今回は有名選手の言うことには信憑性があるかどうかという話だ。一応このスレの趣旨をかいつまんで説明すると、空手の型には戦闘技術として何かしらの意味があるかどうかが争点となっていて、意味があると考えている人は、このスレでは、型オタ、と呼称されているらしい。それに対して、空手の型には戦闘技術としての意味はないが、健康体操や商談審査のテストとして意味があると考えている人たちがいて、この人たちを便宜上、アンチ型オタと呼ぶことにしよう。今回紹介するスレについては、概要欄にリンクを載せておくので各自で確認してみてほしい。こういう紹介というのは結局ウプ主というフィルターを通すわけだから、実際のところは必ず各自で確認してくれだぜ。それではみていってみよう。まずはここで、空手の型と組手が乖離していること、だから型にある技は使えないということが指摘される。そして次に、中達也先生もスレ体の考え、つまり空手の型はやるだけ無駄と考えていたけど、黒田鉄山先生の映像を見て、型について考え始めたというレスがある。中達也先生も黒田鉄山先生も、武道武術ファンの人ならほとんどの人が知っていると思うので今更説明の必要はないだろう。しかしだ、中達也先生は伝統派空手の試合で活躍した人だけど、その現役時代に空手の型は役に立ってなかったということが指摘される。すると次に、総合格闘技で活躍する菊野選手は空手の型の重要性をよく話していて、空手の型でパワーアップして、自分より40キロ以上重い相手を一分で失神させたというレスが入る。ほう、だとしたら空手の型にはそんなスペシャルなパワーがあるということか。まあ慌てんじゃねえこの小じき野郎。そしてまあ、菊野選手の活躍が型のおかげだとか、話が飛躍しすぎだという指摘が入る。それに対するレスで、実際に菊野選手本人が空手の型でパワーアップしたと言っているらしいこと。型稽古を通しているものは大きいらしいということが指摘される。得るものって具体的になんだ？さっぱりわからないね。そんで次のレスでは、菊野選手が強くなったのはあくまでフルコンと総合格闘技の練習を通してであり、強くなった後に沖縄空手の型を学んで、得るものがあったと言っているらしいことが指摘される。要するに順番が逆だと。これは中達也先生にも言えることだね。そんで次に、実績のある人たちが型は重要だと言ってるんだから一般ピープルは黙ってろというレスが入る。これ何の返答にもなってないだろ。そんで、菊野選手を根拠に型が使えるというのであれば、前提としてフルコンや総合の練習を20年以上している必要があるという指摘が入る。それだと本末転倒なことになるな。さらに、誰か大先生が言っていたから本当に違いないという考え方はアホ以外の何者でもないという指摘が入る。いやこれ、まあ私もその通りだと思うんだけど、実際のところ、大先生が言ったとか、雑誌で紹介されたとか、テレビで放送されたとか、そういったことを信じてしまう人の方が世の中では大多数だと思うよ。そういやかつて、寒天食べると痩せるとかテレビで放映されたら全国のスーパーから寒天が消え失せたことがあったな。あったね。あれを信じる人は本当にアホだなと私は思ってたけど。そんでだ、ついに今回の話の核心とも言えるレスが入る。それは、普遍性、と再現性、の話。要するにだ、型オタと言われる人は誰か実績を残した選手を引き合いに出して、その選手が型は役に立つと言っていたから型は役に立つ、という論法にしがみついているわけだ。それに対してアンチ型オタの人たちが述べているのは、その有名選手が述べている型の練習法を自分が試してみて、試合などで活躍できて、さらに他の人たちにも教えて、教えられた人たちも同じように試合で活躍できたというのなら、普遍性、と再現性、が担保されるので、だったら空手の型をやることには意味があるということだ。これについては私も全くその通りだと思う。
例えばボクシングで考えてみると、初期の頃に素手でやっていたボクシングはほとんどコンビネーションはなく、単発の強打を打ち合っていたという話だ。しかしある時誰かが、いきなり強打を打つよりもフェイントや軽い攻撃を打ってから本命のパンチを打つ方が有利だと気づいて、ワンツーという技術が生まれた。そしてご存知のように、現在のボクシングジムでワンツーを教えていないところはなく、また、ボクシングで活躍した人がワンツーを習ったことがないということもない。つまりこのワンツーという技術には、普遍性、と再現性、が担保されているわけだ。それに対して空手の方はどうか。ちょっとここからは私の意見になるけど、そもそもの話として、中先生だろうが菊野選手だろうが、空手の型を使って組手をやっているところを見せてくれていない。まずは中先生についてだけど、中先生は空手の型で戦う方法、というタイトルでいくつか動画を上げている。しかしだ、見てみればわかるけど、動画でやっているのはあくまでも約束組手だ。しかも攻撃した相手が技をかけ終わるまで待ってくれているという。武術界にはよくある現実離れした用法説明だ。正直言って私はこの動画を見てすごくがっかりした。タイトル詐欺じゃないかとね。逆に考えれば中先生ほどの人でも、空手の型の動きで自由組手は見せられないということになるな。とりあえずその、空手の型で戦う方法、というタイトルの動画のリンクをいくつか概要欄に貼っておくから、各自で確認してみてほしい。菊野選手の場合も言わずもがなというか、何でもいいから彼の試合を見てみればわかるけど、ブンブン振り回すようなパンチを乱発して、これが空手の型の動きだとか言われても全く説得力がない。少なくとも私にはね。いやもちろん、見た目が全然乖離していても色々とこじつけることはできる。型を練ることで腰の粘りがつくとか、重心の操作ができるとか、それっぽいことをね。もしそれが本当だったとしても、今度はさっき言った再現性と普遍性の問題が出てくる。つまり菊野選手が型を教えた生徒たちが、菊野選手のように総合格闘技の試合で活躍できてるのかといった問題だ。もしそうなっていたら、すでにそんな話が聞こえているだろうな。そもそも菊野選手は普段の練習で、どれくらい空手の型の練習に時間を割いているのか。おそらくだけど、練習の9割方は総合格闘技の練習で、空手の型の練習は1割にも満たないと私は予測するね。総合格闘技の試合で勝ちたいなら、とことん総合格闘技の練習に集中するべきで、むしろ他のものに手を出しているような時間的余裕はない。お前がいつも言ってることだな。それでは当然次に来る疑問としては、なぜ彼らはそこまで空手の型に固執するのか、ということだ。ここで私は以前に聞いたことのある太極拳の達人の話を思い出した。ご存知のように太極拳はインチキ武術の極致と思われているわけだけど、その達人と言われる人は組手が強いということで有名だった。しかしだ、実際にその組手を見せてもらうと、ムエタイバリの強力なミドルキックを連発していたらしい。見た人によると、いや確かに強いことは強いけど、それって太極拳か、という疑問を抱かずにはいられなかったそうだ。太極拳である必要性はないな。しかしだ、そうであったとしても、太極拳、と名乗らずにはいられない。なぜなら太極拳ということにしないと人が集まらないからだ。要するに道場経営上の都合があるわけだよ。つまり中先生も菊野選手もそれと同じ理由で空手の型に固執していると。私はその可能性が高いと考えているね。最後に、ちょっと印象に残ったやりとりがあったので紹介しておこう。ネットの書き込みよりも菊野選手の言うことを信用する人の方が多いというレスに対して、芸能人も愛用しているサプリと返しているのが面白かった。当たり前のことだが、サプリの効果と芸能人が愛用しているかどうかには全く関係性がない。しかしだ、芸能人が愛用しているという理由でそのサプリに飛びつく人は非常に多いわけだ。だから製品の宣伝には有名人を起用する、商品戦略の基本だな。とまあそんな感じ。今回のことは武術に限らず、世の中を生きていく上で情報に対するリテラシーを養う上でも良い題材だったのではないかと思う。勉強になるチャンネルだな。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。